こんにちは、ダージャンハオ、ルンズです。今日は私のダイエット方法についてご紹介します。もうダイエットは5年前ぐらいからやろうと思ってたんですけれども、まだ大丈夫だろうとか忙しいだとか、そういう理由をつけて先延ばしにしてきてしまっていたんですね。でそれを2ヶ月前からもう本格的に頑張ろうと思って始めました。でダイエットをやろうと思ったきっかけなんですけれども、友達の結婚式に行ってこうみんなで並んで写真を撮って、でそれをね後で見た時に、自分が想像しているよりも 1.5 倍横幅が太くなってたんですよ。なのでそれも本当にね悲しかったし、あもう本当にそろそろやばいなと思いました。でもう一個ねすごいショックだったのが、私今40歳なんですけれども、30代前半ぐらいまでは結構細身で、S サイズが着れるような感じだったんですよね。でそれで、30代後半の時に、下着を買いに行ったんですけれども、でそこのお店のおばちゃんから何が欲しいのって聞かれて、でパンツをくださいって言ったんですね。なんかそんな自分で選ばないでおばちゃんが選んでくれるようなお店があるのかと思うんですけれども、本当にあるんです。でそこに行って、そのおばちゃんが私の下半身を見て、こう目分量でサイズを測ってくれるんですけれども、そのおばちゃんに渡されたのが LL サイズだったんですよ。でさすがにね、自分でもいや LL サイズは大きいでしょうと思ったんですけれど、履いてみたらねぴったりだったの。ショックでした。はい、ショックだったんです。はい、それで、私はダイエットは健康的にやりたかったので、こう食事無理して食事を抑えて痩せようとは思っていなくって、運動ですね、有酸素運動、そして筋肉トレーニング、筋トレ、この2つに重点を置いて始めました。であとは自家製の生姜シロップを作って、でそれを毎日飲んでいます。でこれも生姜シロップの作り方なんかもまた今度動画で紹介したいなと思います。そしてね、ダイエットを始めるにあたって基礎代謝量を計算してみました。で私の場合は40歳で、あと身長体重で計算をすると1278だったんですね。でそのこの基礎代謝量っていうのは、もう本当に何もしないで生きているだけ、息をしているだけで、消費されるカロリーのことです。それで1278って、食事で言えば何だろうなということで調べてみました。カルボナーラ、シーザーサラダ、オレンジジュース、もうこれだけでオーバーしちゃうんですよ。で本当に1回のランチ分だけだから、もうそれ以上に食べる分に関しては本当にしっかり運動しないといけないんだなと思いました。でね、やっぱり本当に毎日続けるのが一番いいと思います。毎日1時間有酸素運動と筋トレを続けることが一番いいと思うんですけれども、結局ね、仕事が忙しいとかなるとね、そんなに毎日はできないと思うんですよね。できない、私もできない、できなかったです、できないです。でそれでね、私の場合は生理の時はもうお休みします。もう全く何もしない、ゆっくりします。でそれで、仕事が忙しい時はやっぱりもう週に2回ぐらいしかできないんですけれども、それで考えると意外にね少なかったんですよね。1ヶ月30日のうちの10日から14日ぐらいしか運動してなかったんですけれども、それでも2ヶ月で5キロ痩せたので、これ続けていけば結構いいんじゃないかなと思います。やっぱりね、運動を続けるには自分の好きな曲でエクササイズをしたかったので、私は安室ちゃんが大好きなので、その安室ちゃんの曲を使ってエクササイズ動画を作りました。でそれを概要欄に貼っておきますので、ぜひ皆さん一緒に運動しましょう。これからもいろいろな動画を投稿していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。